バドミントンの全日本総合選手権は29日、東京、駒沢体育館で各種目の1回戦が行われ、今夏の世界選手権女子シングルスを制した奥原希望、日本ユニシスが試合開始直後に棄権した。9月のジャパンオープンで痛めた右膝の回復が遅れており、まだ試合をできる状態ではなかった。